ヒロヒロ探偵団。俺はヒロシ、凄腕のギャンブラーさ。ただ今月はちょっと負けが込んでしまい、絶賛金欠中だ。くそー、お金が欲しい。借りればいいじゃん。お前簡単に言うな。金を借りたいのは山々だが、俺の場合収入が安定してないから審査通るか不安なんだよな。審査？サラ金だと安定した収入があるかとか、いくつか審査があるんだよ。サラ金の審査基準は主に4つあるんだ。1、収入が安定しているか。2、年収の3分の1の借り入れがないか。3、多重債務者ではないか。4、個人信用情報に問題がないか。そしてこれをパスしないとお金を貸してくれないんだ。へえ、でも俺もギャンブルで生活してるけど、審査なんかなしで電話一本で金貸してくれたぜ。え、マジで？審査なしってそれ闇金じゃね？そうなのかな。まあどこでもいいっしょ。バカ、闇金はまずいって。サラ金はちゃんと法律にのっとったルールがあるけど、闇金は違法で何でもありなんだぞ。え、そうなの？お前マジか。ちなみに年利何パーぐらいのとこで借りたんだ？え、いや契約書なんて読んでないからよく知らんよ。すぐに貸してくれるって言うからパパってサインしただけだし。おま、サラ金は年利最大 20% って決まってるけど、闇金はルールなしだぞ。トイチで契約なんかしてたら10日ごとに 10% も利息増えるんだぞ。トイチよりヤバいのもある。でも借りたの10万だし、10日に 10% 増えても年間 365% 約3倍じゃん。1年経っても30万とかだろ。すぐ返せるって。お前、闇金は基本複利計算だから常に利息は膨れ上がっていくんだよ。複利？10万で始めた場合、10日で11万になって、20日で 12.1 万になって、30日で 13.3 万になって、って一気に増えていくんだよ。それって1年間放置したらどれくらいになるんだ？年利 3142%、 つまり10万円が314万2000円になる。300万？マジかよ、そんなの絶対無理じゃん。やべえよやべえよ、300万円なんて払えるはずはねえよ。まったく、おとなしくサラ金で借りておけばよかったものを。いやだって審査とかめんどいし、ほら俺保証人になってくれそうな人いないしさ、仕方なかったんだよ。いやいや、サラ金も保証人なしでいけるぞ。え、マジで？もちろん借りる金額や審査結果にもよるけど、 CM とか出してる大手は原則保証人なしで OK っぽいぞ。あと他の人にバレないようこっそり貸してくれるから、家族バレの心配もないらしい。そんなそれじゃあ俺ちゃんと審査受けてサラ金で借りた方が良かったじゃん。まったくだ。ちなみにお前のとこ取り立ては大丈夫なのか？おう、まだ先週借りたばっかだし取り立ては来てないよ。なら良かった。闇金の取り立てが始まると最悪自分だけじゃなく家族や友人まで被害がいくからな。え、人はガンガンされるだけじゃないのか？当たり前だ、闇金にルールなんてない。何されたっておかしくないぞ。夜中に取り立ても来るし、家族や親戚友人近所の人にだって行くかもしれない。ちなみに法律を守るサラ金の場合は本人以外に取り立てが行くことはないぞ。あー、でもやっぱり取り立ては来るんだな。そりゃ返済義務を守れていなければな。でもサラ金の場合は取り立てできる時間が朝8時から夜9時の間だけだったり、電話は1日3件までだったりと、いろいろと厳しい制限があるんだ。なるほど、何でもありの闇金とはだいぶ違うんだな。そりゃそうさ、そもそもサラ金は年利も安定してるから、闇金より取り立てまで行くケースも少ないしな。とはいえサラ金でもさ、金を借りるってなるとなんか怖く思っちゃうんだよな。闇金に手を出したやつが何を言ってるんだか。金は借りないに越したことはないが、サラ金なんてみんな使っているもんだぞ。マジ？おう、大手3社だけでも利用者は300万人以上いるらしいから、日本の成人のうちだいたい30人に1人はサラ金のお世話になってるってことだな。マジか。じゃあクラスに1人はサラ金使ってるやつがいるってことなのか？そういうことになるな。ちなみに闇金の利用者は検挙されているだけで1万5000人ほど、警察や弁護士が介入していないケースも考えると利用者はだいたい12万人ぐらいと言われているらしい。おお、サラ金と比べると結構少ないんだな。とはいえ成人のうち750人に1人が闇金を利用しているということになるから、学校に1人は闇金利用者がいる感じだな。なるほど。
よし、それじゃあ俺も次からはサラ金で借りるようにするぞ。いやいや、お前はその前に今の闇金をどうにかしろよ。そうだった。でもまだ借りたばっかだし、急いで返せばなんとかなるよな。どうだか、中にはいろいろな手口で完済させてくれないところもあるらしいからな。まずは借金闇金問題に強い弁護士に相談した方がいいだろうな。でも弁護士って高いんだろ。安心しろ、今は無料で相談できる弁護士とかもいるから、素人判断で動かずプロの弁護士に任せた方が絶対いいって。なるほど、それじゃあ俺早速相談に行ってくるな。この動画がいいと思ったら高評価とチャンネル登録をして待っていてくれ。では次の動画でまた会おう。ミラミラ探偵団。ハッハッハッハ。